こんにちは。今回はバイオハザード RE3 初めからやってみます。なんだろう、手だけ見えてるわね。あれ、窓が開いてる。なんか台風だ。ちょっと閉めとこうね。あれ、テレビもつけっぱなし。うわ、なんだろう。こっち行ってみよう。で、洗面所入ってみようかな。何、今の夢だったの？うんざり。よかった夢で。毎晩ひどくなってる。あと3日でこの町ともさよならできる。明かりつけて。ちょっともう一回見直してみようかな。調査メモ。これは何？これはね、同僚からのメッセージ。あ、なんか美味しそうね。
これは電話。水が出しっぱなしだった。ああ、今度は綺麗ね。ああ、なんともない顔、綺麗。よかった。大丈夫でよかったわ。ここ出てみようか。誰だろう。なんか電話かかってきた。わかった、行くわ。はい。シグ、大丈夫か。ブラート、どうしたの。今すぐそこから逃げろ。何があったの。説明してる気も甘い。そこから逃げろ、今すぐ。わかった、荷物を。どっから出てきたの。壁破ってきたのかな。ああ逃げなきゃ。うん、弾が全然効かない。また追いかけてくる。ここから離れなきゃ。こっち逃げよう。うわ。一体何が。うわ、マテジオがどうかしちゃってる。あ、危ない。いやあ、いや、どこ行けばいいかな。こっち、こっち降りよう。こっちから逃げよう。うわ、あ、これだ。早く逃げよう。ここから出られるかな。なんとか、なんとか出られましたね。よかった。今度は助かるかな。もう大丈夫。うわ、まだ追いかけてくる。うわ、なーに。うわ、できた。仲間だ。
大丈夫か？あいつ何なの？さっぱりわからん。ただスターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺をな。ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。いつの間にこんな状況に。それもわからん。だが悪いことってのは重なるもんだからな。結局悪霊と同じありさまだ。おい待て、待ってくれ。本番早く行かなきゃ。行っちまった。これ現実なの？こんなに大勢感染するなんて。え？プラト、気をつけて。危ない。こっちだ。なんて数。うわ、嫌だ。急げない。奥にドアがある。行け。落ち着いて、一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む、俺みたいにしくじるな。行け。うわ、どうしよう。逃げるしかないな。急ごう。これがあれば助かる。いや、どうしよう。まあ、逃げよう。このパワー。大丈夫ですか？来るな。近づくんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ、ヘリが救助に来てるの。救助だと？俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ、私が案内する。この中がどこよりも安全だ。ねえ、あなた名前は？ここにいたら取り残されるわ。私はダリオ・ロッソだ。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。他は誰よ、お嬢ちゃん。お嬢ちゃん、どうぞ落ち着いて。私は警官よ、力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。力になる？だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。あら、聞いて、このチャンスを逃したらもう誰も助けに来ないわよ。私はどこにも行かない。死体野郎に食われるぐらいならここで飢え死にする方がマシだ。ほっといてくれ。ああ、しょうがないね、ほっとくしかない。こっち行ってみよう。なんか、あ、犬までゾンビになってる。屋上でしょ、屋上行ってみるのね。
り？おい、急げ！こっちかな。また来た。ごめん。動かない。早く動いて。次はこっちの番よ。やっと動いた。うわ。あれ止まっちゃったよ。どうしたの？うわ、また追ってきた。ダメだ。よっ、クソ野郎。何これ。ミサイルだ。あ、おい、しっかりしろ。助かった。あなた誰？ここで何？俺はカロスだ。助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。安全らしいね。顔ごすぎか。ここなら安全なのかもね。よし、行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う、明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ、あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ、みんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい？アンブレラの何がまずい？信じられない。あなたたちのせいで感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。な、行こう。ここだ。ああ、ここからは体験版でありましたよね。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディ、まあ体験版とちょっと違うかもしれない。お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが
死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことからだ。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。地上に上がって武器探さなくちゃ。この弾は取っとこう。ここはね、体験版で来たところですね。あ、売店もなりました。体験版にはちょっと内容が違うかも。行ってみよう。ジル、俺だ。地上に出てか。今向かってる。で、作戦は？俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解。急ぎましょう。ハーブだ。まあアイテムは取っとかないと。組み合わせておこうかしら。これがレッドハーブ、これがグリーンハーブ、これを合わせれば どういうこと。ああ、これをね、調合すると全開するんだ。これがあればね、大丈夫ね。ここはハーブの調合法、これだけはしっかり覚えておかないとね。これだけしまっておこうかな。これだけしまっとこう。これをこっちへ装備しておこうね。ここへ。みんな避難してる。
生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。でも こっち行ってみようかな。どうしよう。あれ、どこ行った？ここだ。大丈夫かな、これで。行こう。やばい。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち？鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すれば行ける。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。何？鉄塔は燃えてて入れない。危ない。これでいい。やった。こっち上がってみよう。こっち行ってみようかな。ここは金庫があるけど、これ取っとこう。うわー、もういいかね。あ、表出たね。こっち行ってみたらいいかしら。こっち行こうね。あ、来た。ここ入ってみよう。ここに、ここに、ああ、もういいかな。
なんかアイテムあったら取っとかないと。なんかの電話番号覚えておこう。なんかいい薬あったら取っとかなきゃ。こんなもんね。これはどうしよう。やっ、やった。帰った。これは取っとかないとね。ここ入ってみようかな。ここ入ってみよう。これはあそこ燃えたとこがあったから火を消すのにポンプ取っとこうね。ここはメモが置いてある。鉄道職員のメモだからちょっと見てみよう。これもね、取っておこうかしら。ちょっとね、こっち行ってみよう。あー、なんだかいっぱい出てきた。はい、やった。ここか。あー、ここ、このアイテム取っとこう。あとなんか落ちてないかな。これもね、取っとこうかな。ちょっと奥行ってみよう。
これアイテムの入れるのここ入れてしまっておこう。今使わないものは入れとくといいわね。こう入れて、これでいいかな。あ、これは何だろう。これは、これな、ちょっと調べてみよう。わあ、わあすごい。これ調べてみ、あら、すごい、すごいね、このルビー、ルビー。これもね、今は使わないけど。どっち行ったらいいかな。こっち上がってみよう。こっち、こっち行っていいのかな。あ、これ取っとこうかしら。あ、あそこになんか金庫がある。ここだ。いくつだったかな。あれ、どうやるのかな。九。あ、もう一回やり直そう。違う、どうやるんだろう。九。もう一回やり直してみようかな。九。あれ？こうじゃない、逆かな。こうかな。9、3。今度はどうかな。3。これはどう。あ、できた。これとこれを、これでよし。これでいいんだ。あ、これでいいんだわね。
これで持って戻らなきゃいけない。どこだったかな。ここじゃない。どっちだろう。ここだ。あとどっち行けばいいんだろう。これで全部取ったのね、アイテムはね。ハーブ取った。ここだ。入れとこないかな。これ拾ってこないと。ここ降りてみようかな。ここ降りて、あそこでもって火を消さなくちゃいけない。火を消さなきゃ。ポンプ持ってきたね。これを使う。ああ、よし。消せた。前はね、体験版の時はここからなんか確かね出てきたのよね、ボスみたいのが。ここしまっとこう。これもしまっておこう。あとはこれもと、これも拾っとこうかな。これ取っておかないとね。ここでタイプライターがあるから、ここで一応この辺で終わりとします。ご視聴ありがとうございました。